カドケウスニューブラッドは株式会社アトラスから発売されている Wii 用ソフトである。任天堂 d s で発売された超執刀、カドケウス、同じく Wii で発売されたカドケウス Z2 つの超執刀の続編にあたる。ワイド表示、プログレッシブ出力対応。2007年に開催された E3 にて初めて存在が公表された。主な物語の舞台は アメリカとなったほか二人で手術する協力プレイが追加されている。また、任天堂 Wi-Fi コネクションにより、スコアランキングをユーザー同士で競うことができる。前作と比較した場合難易度は、若干高くなっており、Easy モードでも相当回数の試行錯誤を要するステージが存在している。 その難易度と制作背景ゆえに、ある程度コアなゲームユーザー向きの仕上がりとなっている。なお、本作は日本より先んじて、北米で発売され、30万本以上のセールスヒットを記録した。前作と異なり、本作では登場人物全員がフルボイスとなった。主なゲームシステムは、前作とほぼ同じ仕様となっている。キャラクターデザインは、 前作と同様に、土井正幸が担当している。北、アメリカ北極の地、アラスカ内陸の町、フェアバンクスからほど近く、雄大な自然に囲まれ、人々が強く春の訪れを待つ、この地に、町を見守る、小さな老人のように、モンゴメリ記念病院は、立っていた。主人公のマーカス・ボーンとバレリー・ブレイロックはその、小さな医療所で勤務していた。 ある日、何気ない日常の中で不意に電話が鳴り響く。そして、二人は、運命の渦へと巻き込まれていく。ありがとうございます。